今日はですね、レオザラービー、そうですね、佐野くんが鹿島にいて、町田にはね、まあ町田もいろんな選手よくしてもらいましたけど、はい。ね、オーナー藤田進と、ね、監督黒田っていう、この僕の好きな哲学というか、まあ、尊敬する二人がいますからね。で、鈴木優馬、こう、今日頭からさ前回の試合は途中からだったんですけど、あ、センター変わってる、関川、あれ手がかなんかしたのか。つくいどんな選手なんだろう。前、他のポジション出てたかな 別メニュー調整っていいうのはは怪我ではないんだいや前回佐野海翔がセンターバックやった時関川が、あのー、外されてでやっぱビルドアップでねあの決して下手なわけではないんだけど予測力が高い選手ではないからまずビルドアップの形を鹿島自体がちょっといびつな形になっちゃうっていうので苦しんでてで人には強いんだけどそのスペース守る意識の方が高いからとキャラクターとしてすごいいいなと思って僕はすごい好きなんですけどねただその 赤眼弱点を修正する監督と出会ってない感じがするんですよね。その、それこそ、町田の守備って、442でブロック組んだところから行くんですけど、ここがどうしても誰作ってんの空きやすいから、から今日マジで鹿島のキーマン佐野海舟なんですよね。ここでどのぐらいボール受け,受けれるっていうか、ここでの仕事もうツートップが切れてない時、サイドバックから入る時とか、そういう時に何できるかみたいな。で、町田の方は、両ウィングっすね。 平川バスケス。なんでかっていうと、鹿島って、ロックがちょっと苦手で、サイドから入ってくるクロス、こいつしがちなんですよ。で、あともう一つが、あの、サイドバックが、ウィングとこう1対1してる時の、ウィングのプレスバックがちょっと遅いんですよね。なんでそこも佐野回収がカバー行ってる、ボランチがカバーしに行くんで、守備でも佐野回収マジで <laughs>、重要なんですよね。なんで鹿島がボール持ったときに、中盤の選手たちが、町田の、 苦手なところでボール持ち切れるかっていうのと、町田側からしたら、両ウィングのところの1対1と、そこからの、まあ、戻しのクロスとかで、カシマがちょっと効率しがちなクロスポイント。ファー側のゴールエリアのここ狙えるかみたいな感じだね。で、カシマは繋ぐのと裏けるバランスがすごいいいなと思ったんですけど、ちょっとポステゴサッカーっぽいんだよね。繋ぐのは好きだけど、形はそんなにこだわってなくて、プレスもするけど、連動するときそうじゃないときあるみたいな。 あれなんだよね。ハイプレスが今日も同じ形だった。鹿島って、こういう形で、結構、中を、この、読んで、ゾーン気味に動きながら守るから、ここのパスコースは開きやすいんですよ。中は絞ってるんだけど。あー、下元に入ったけど、すごい平川いやー、今、平川の持ってき方めっちゃうまかったないや、今、スペース目に出さなかったから、ちょっと厳しかったと思ったけど、平川すごいね。七海さんが代表入りを押す男。 無理してボランチにつけたというかね、そこでキープしようとしたところからでしたね。そう、ここね、行くのちょっと遅れたんだけど、ちゃんとバスケスが絞ってきて、で、藤尾これ後ろ見てね、いや、両足綺れのでかいないや、今足元入ったのにね、あそこちゃんとフィニッシュ持ってけんのすごいね。そう、受けれて前向けたんだけど、そこから、前に仕掛けられるほどの時間は持たせてもらえなくてって感じだった、ね。 だ強度、相手の強度がまだ高い時間帯にあそこにね、つけてね、そこでの判断っていうのも、プレスがもったる早くて難しかったんですよね。でもやっぱ平川の技術がすごいっすよ。あれ、最後シュートまでいけないもん、あれ。しかしもわ分からないシュート1本。ミドルは打てるんだけどね、どうしてもセントと芝トとかのプレスあるから、ね。あとは、ツートップがね、まあ、わざと戻らないようにしてるんだけど、戻るとカウンターの距離も出ちゃうしね。だそれによってダブルボランチが、 ね、自分の前を抑えるのと後ろ押さえるの,この自陣入ったとき、両方になって、こういう風になったときに、このツートップの役割がね、この辺いるってだけになってて、ボランチをこう出させないような、ここに現れた選手の守備をしてあげるだけってだいぶ違うなって思ったりしますけどね。勝負どころになると言っていた両チームボランチですか。そうそこの間で受けるところで、佐野回収のところがバスケスワイルがボールを奪ってって、チュー今やってますね。そうだからちょうど 開けちゃって後から下田が言ったんだけど2タッチ目では裁かなきゃいけなかった時にやられちゃったみたいなのありますねでも途中から鹿島の方が全然良かったというか鹿島にちゃんと流れ行くような形になってましたよこの町田がこういう形で守ってて2トップがこの2センターバックがボール入らない立ち位置だとで低い位置で張ったサイドバックに渡したらそこから全部はめるプレスかけれちゃうからみたいなでこれをどうしたかっていうと 佐野とか樋口が間に降りたり3枚作る形にして、それで、え、両サイドバック上がりますとか、サイドバック、まあ、こっちの中入りますとかして、この迂回経路を作れるようになったから。で、間のところも、2で2だと角度できないのが3だと角度できるじゃん。だからつけてこうっていう。でも、まあ、町田の守備はいつもこうだから、最初からやれてればね、あの、佐野回収のミスも起きなかったなっては正直思っちゃいますね。 結局ボール飛ばす方が強い。あの、低い位置でボールを繋ぐっていうのは、ここで失敗した時にこれしかディフェンスいないんじゃ、後者の方がやばいでしょ。だから低い位置でボール繋ぐっていうのはリスクがあるんですよ。でも、あの、リターンがすごいあるかっていうと、ボールを繋いで失わないならリターンすごいあるんだけど、結局、ロングボール一発でここで玉木が競り合って前向きでボール受けれたら、ここまで何本繋いでこの状況でボール持てんだって話だから、 まあ結局、つながない方が強いってなりやすいのは、そういうサッカーっていうゲームの構造上、そうなりやすいって話ですね。だから、その、どっちかっていうと、町田が、鹿島がこう、ボランチが降りてきて、スリーバックしてきたときに、トップ縦関係になって、ウィング一回絞ったところからサイドにボール出させて、全部出てけるか、みたいな、こういうふうにね。こっちの方を見てますね。こっちの方が修正されないかな、みたいな。それされたら、やっぱ黒田さん、すごいな、みたいな、思いますけど。 だから前半の町田がうまく対応できてなかった時間帯。ここでカシマ仕留めたかったですけどね。うわ、すごっ右サイドだと、右足で軸足リードできんだ。これ虫荒ぐらいだよ。左と右で持ち方その時用に変えれるの。右で触りたいから右利きの選手さ、前に置いちゃうじゃん。右だと左足で軸足リードして、すごいの。両利きみたいな感じなんだろ。そう。あ、デンベレもそうか。虫荒がこれめちゃくちゃスムーズにやるんですよね。だから、ね、藤本の徳。 いなさいと置いたら、平川どっちもできるか、見たことなんだよね。いや、でも、本当に得意なのは左だと思いますけど、もう、まあ、身体操作性の器用さですよね。いやー、勝ちました。いやー、鹿島相手、しかもね、かっこいい勝ち方だったね、しっかりこうポイント押さえてってね。いやー、藤尾平川頑張りましたね、特に。いや、でも、みんなすごかったよね。最後のね、チャンソンのチャンミンギュはね、あれ、書き出せなかった、らやばかったからね。そう。 一ゼロだけど、一ゼロより、差を感じるというか、なんかこう。ね、監督の徹底ぶりが、やっぱ見て良かったなって試合でしたね。町田サポーターの皆さんおめでとうございます。ね。鹿島もね。あの、スリバック、攻撃の時の、スリバック修正良かったですけど、そっから先ですよね。クロスの時に入る人いないみたいな問題とか。あとはやっぱり、チャブリッチなきゃダメなのかね、鹿島ね。チャブリッチのところはな。 結構ストライカーの質を感じますね。町田はクロスが入る入らないは置いといて、ここを狙ってるんですよ。このクロス入って得点になるポイント。で、鹿島はこのね、後ろの形をね、これをさ、こう3バックにして修正してみたいなのしたけど、そ,その先の、このじゃあ、鈴木優馬がボール受けた後どうするみたいな、これ先のね、で、一人一人の、ね、やっぱボール立ち数多いから、ボールの回し方とかもある程度のパターンとかプラン、プランとていうか、そのゲームモデル決まってないから、 判断迷ってるとこありますよね。ゆくんスパチャライト。解説ありがとうございました。より試合が楽しみました。ガスケツデュークでした。平川すごいです。そうで, <laughs> で、その、鹿島に関しては、スリーバックがすごい良かったと思います。だからあ,あそこから先のところで、どういう攻撃を持ってるかっていうのが一人一人のアドリブ判断が多いっていうのと、セットプレイのデザインが、うん、もっとしっかりあっていいなっていうのがあるし、攻撃のね、押し込んだ後に得点取れるところ。あとはクロスのところの人入ってく枚数とまあ、だから、あれですよね、こう、 ロマンはあるけど、ディテールがもっと詰めれるなっていうふうに思いました。で、えー、町田に関しては、あの、ツートップでスリバックはまんなくなるんだけど、その後に、横にパス出されます、えー、フォワードプレスかけます。で、間に現れる選手にちゃんと浮上が絞って、反対側に変えられないようにプレスかけて。 で、降りていく人にちゃんとついていくみたいな。ま、シワとか下田とか、ちょっと遅れる時ま、セントンか。まあ、ボランチはどうしても、ここ行ってここ行ってだから、遅れる時はあるから。でも、それでも、ここまでちゃんと、どっちにボールを誘導して、どういう風に奪うみたいなの徹底できてるチームなんで。だからおもろいですよね、待ち合合って。この、めちゃくちゃパス繋がるとかじゃなくても。ちゃんと考えられてるなって守備。で、もう一つはボールが、前に鹿島進められた時に、こういう撤退守備になるじゃん。 もう撤退になった時、このエリア空いちゃって、ここで受ける選手をほっとく傾向あったんだけど、これを、まあ、ボランチが頑張って、こういう入る時に押さえ行って、戻ってってやってた時間と、ここフォワードが戻れる時、戻れない時があって、それをしっかり戻らせるためにデューク投入して、ここしっかり戻るようになったみたい。でもその後ガスケッしちゃって、こうやばくなったから、結局藤を頑張ったみたい。なあとはこのサイドの選手孤立しないように、平川とか、え藤本とか、しっかり戻って、守備の。 この質に頼らない、この質のちゃんと足し算ができる守備をしてたのが大きいと思います。であとはね、得点が前プレイかけてサイドバックから無理にボランチつけてボランチが少ないタッチで処理できなかったところをバスケス・バイロンがプレスで奪って最後、平川の質で決めたって感じだからこのバスケス・バイロンがいなくなるんで次の試合は1点がもっと遠くなると思いますね。なんでバスケス・バイロンいない中での形っていうのをどう用意してくるか。だかあの時時はそういういい風にに、人いなかった時期に あのもう引退してたけど、太田と,、えー、と鈴木で、どんどんキック狙ってとか、リスタートこだわって、みたいな得点の取り方して、それでファイバックみたいなの知ってたから、だからウ田さん、絶対そういうプランあるし、それでも点取れない試合は取れないんだけど、やっぱ人の質になるから、点取るとこ、最後は。でもしっかり、プラン、ちゃんと考え、なんで考えてこないんだよっていう監督じゃないから、そのプランがはまるかどうかだと思いますね、次の試合は。